いつも動画を見ていただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。ゴルセオ TV ツアープロコーチのヤバダイです。ジョーです。はい、今回はですね、ジョークをモデルに、はい、起き上がりを直す方法、いいですね、はい、やっていきたいと思います。まあ、起き上がりってね、まあプロでも結構腰が浮くとか ね、あるですね、はい、そういったミスもしますし、まあ、アマチュアの方ほとんどですよね、はいはいはい、大体起き上がる、はいはい、ただこの大体起き上がるっていうこのミスを、まあ、直していく方法をお伝えしていこうかと。皆さんもぜひ最後までご覧になって、参考にしてみてください。まあそうですね、最近は、まあ、大体ちょっとこう試合とか続いてきたり、うんうん、連戦疲れとかでなると、はい、僕こっち左が切り返してこう引けなくなるんですよ、はい、で引けなくなったら右出るしかないじゃないですか、うん、そうですね、でちょっとこう起き上がり、まあ、そのままいったら起き上がり、今日の話題の起き上がり、はい、うん、でまあそれをうまくこの左足をこうやって抜くことによって合わせてるみたいな、まあ、スペースを無理やり作ってね、引いていくみたいな感じですね。こういって、うん、か、まあこれが原因で、まあ、出るのが原因なのか、もう一つ、うん、飛行としてこれがこうの上に伸びるだけみたいな、うんうんうん、まあ、これ僕の動画でも言ってたんですけど、うん、まあ、こっちの伸び上がりの原因もあるのかなと。なるほどね、まあ、こっちじゃなくてこっちに行くっていうパターンね。はいはい、ただ伸び上がり基本的にこういう伸び上がりと、うん、こういう伸び上がりの2つあるんじゃないかなって最近ちょっと思ってたりもするんですけど、まあ、じゃあまずちょっとアマチュアの皆さんにも分かりやすいように簡単に説明しましょうか。はい、お願いします。起き上がりのメカニズムってもうシンプルなの実はね、はい、こういう起き上がりってあんまないのよね。ああ、だからさっき言った左足がこう真上に伸びてっていう起き上がりは基本的にない。基本的にない。ああ、まあどういう状態になるかっていうと、構えているこの前傾角、この倒れた骨盤、はい、これよりもお尻が前に出た状態になると起き上がりが発生するんですよ、はいはい、極端なことを言ってしまうと、構えたこの骨盤の位置よりもお尻が後ろに下がってれば 100% 起き上がりってない、はいはい、絶対ないじゃないですか、はいはいはい、この状態例えばこんな風にやって確かに起き上がれないでしょ。起き上がれないし、そう、絶対起き上がれないの。結局起き上がるってのはこの骨盤ってのが前に出る、あ、はいはいはい、お尻が前に出る、あ、でさっきジョーが言ったように伸びるこっちが、はいはい、っていうのは例えば伸びたとしても前傾がキープできてたら、はい、別に出てこないから、うん、起き上がることはまずないんですよね。ってことは考えられるのは、これを伸ばした時に結局こいつがこう、あ、右というかお尻 が、はいはい、そうそうそう、ってのが、まあ、理由になってくると、はい、でこの時にですね、左側を伸ばして起き上がるパターンあるんじゃないかって思ったってね、はいはい、話をしたと思うけど、一つだけあるんですよ。そのパターン何かっていうとね、あ、アドレスでそうこう後傾してて、そう、鼻から後傾っていう状態、もう最初からパッと見前傾してるように見えるけど、はいはい、綺麗に実は若干骨盤浮いてます。あ、これねプロめちゃくちゃ多いです。お、はい、特に試合続いてきたりとか体疲れてくると、はいはい、やっぱり普段よりも筋肉の張りがやっぱテンションかかってきちゃうから、はいはい、どうしてもこう疲労が溜まってくるのね、はいはい、そうするといつものこの状態に張りを感じたりして、はいはい、無意識のうちに張りのないところに持ってくるんですよ。あ、で若干こういう状態、はい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 、でそのまま左足を伸ばしにいったことによって上に逃げる、あ、っていうことはあります。だもしかしたらそっち、でアマチュアの方も結構多いんじゃないですか、ね、めちゃくちゃ多いです。アドレス後傾してる方って結構多いじゃないですか。そう、もう自分はもちろんやってるつもりなんだよ、こうやって、あ、こうやってやってるつもりなんだけど、前傾してるつもりなんだけど、こういう感じになっちゃったという感じですよね、はいはいはい、じゃあまず直し方ですね、はいはい、何をしたら治るんですかといった話なんですけど、まあ、もちろん引くってことですよね、はいはいはい、でじゃあさっき言ってたように引いたけど出ると、はいはいはい、まあ、引けないと、はいはいはい、まあ、知ってる人はこの引くってこと自体はもう分かってるはずなんですよ。うん、そうですね、右腰が出るから起き上がる、そうそうそう、スイング中に出るからケツが先手に前に出て起き上がる、そうそう、だからこれは出す動きが原因だから引く動きに変換すれば出ませんよっていう話を前の動画でもしてるし、はいはい、まあ、今ここでも説明したわけですけれども、はい、引けないと、はいはい、引いても出る、そうそう、ってことですよね。もしかしたら引けない、そうそう、はい、
何か右足なんですよ。これね引きます、はい、引きます、はい、ここから出るんですよ。ああはいはいはい。で結局これ以上いけないから、はい、ああで出てくるパターン、これが引けないパターン、はいはい、だから左足を引いて逃がすってのはこういうことね。ここから引きます、はい、出てくるけどこっち側に回転逃げれないから、はい、っていうふうに逃げる。いや結構それでしたね最近、うん、ドライバーとかで振りに行くと、はいはいはい、やべえみたいな感じで逃げる。まあ球はいいんでとりあえずはいいかなって思ってたんですけど、まあ一つの技術なんだけどね。あそうですね。技術の高いところにいるプレイヤーはこれができるんですよ、はいはいはい、でこれはまあもう軸に打ってる人もいるから。あそうですね、うん、別にこれが悪いのかってそうでもないんだけど、うんうん、やっぱりこう波がある。そうですね。なんか、ね、うん、本当一歩間違えたら、まあ、引けなかったらもうプッシュとかじゃないですか、ですね、基本的に、うん、その怖さがあって。そうです、ね、でも逆に引きすぎたらフェイスヒルとか開いてスライスしたり、うん、そのまま体かぶってきてとか出れちゃうから、ね、うん、僕はできる限りならあんまこう引く動作、足がこうずれる動作はあんまなく、その場でなんしっかりバランスよく回っていきたいんで、うん、まあそうですよね。まあ、通じない話で、アマチュアの人はそもそも脚力がない、はいはい、やっぱりそこまでのね。そうですね。でやっぱりその逃がせるほどの技術があればそこまで起き上がりもないわけですから、結局それができないからまあ起き上がっちゃうわけなんで、はいはい、まあ、ジョーも含めどんな意識をすればこれちゃんと左足を引きながら、お尻を引きながら右側は出てこないようにするかと、はいはい、もうこれめちゃくちゃ簡単な方法が一つだけあります、はい、トップを上げてきた時に、はい、右膝、はい、この位置をキープしたまま、はい、左を伸ばします。あこれマジで違和感と思うよ。なんかゴルフスイングじゃないっすよね。まあそうだよね。これ多分カメラだってそうだと思うけど、人さなんてこんなんだからね。そうですね、うん、こんなんそうですね、違和感しかないと思う、はい、でも実際これやるとねめちゃくちゃ変わるんで、それはまずハーフスイングとかから。いやもうフルスイングです。あマジもういきなりフルスイングでやっちゃってください。はい、そう、そこからまあそう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 、右膝伸ばしたまんまトップオブポジションで右膝の位置作ったら、はい、左膝を思いっきり引く、はいはい、でもそのままあとは流れに身を任せて、そう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 、もうめちゃくちゃ突っ張った感覚でいいから。 OK です、打ってみます。おお、どうですか。めっちゃ引けたっす。めっちゃ引けたし出る感覚ゼロっすね。でしょ、はい、ですげえ多分ね、もう本当ゴルフスイングじゃない感覚あると思うけど、おお、ちゃんと曲がってるし、そうなんです、ちゃんと回ってるし右は出るんですよ、はいはいはい、それでも引いたところで、はい、こうはならない、ね、なってないですね。ちゃんとこうなって、ね、こうなってで回転してってる。そうそう、まあ、踏み込むのよね、はい、まあ、このメカニズムにちょっと説明しますね。はい、はい、それじゃあ説明していきます。お願いします。まずですね、この引いてる動き、なんでこの動きをしたところでこの突っ張らないのって話なんですけど、はい、まず引く動きをした時に、はい、この膝入れますよね、はい、でさっきみたいに引いたこの勢いで絶対出てくるんですよ、はいはいはい、でほとんどの人は引いたところでやっぱりこの回転っていうのはこういうふうに、はいはい、これ膝を使って動く動きなんで、はいはい、普通に左に回る時も絶対出てくるんです、はいはいはい、でさっきのジョーもそうだけどここで出てきちゃうから詰まってそうですね、起きちゃうわけですよね、はい、これが引く動きしたときにさっき言ったように出てきちゃうから、はい、ある程度めちゃくちゃ我慢してても、はい、勝手に出てきちゃうんですよ。あ、うん、だから本来それぐらい我慢してる意識をしても絶対こうはならないわけ。あ、うん、結構僕今も突っ張ったままうってやったっすけど、そうそうそう、実際普通だった、普通だったっす。そう、もう絶対そうなるんですよ、はいはい、これねアマチュアゴルファーの人もみんな一緒です。でアマゴルファーは特にこれ意識してもそれでもほとんどの人、はい、こう来るで詰まって起き上がったので、はいはいはい、思い切ってそうそう、本当それぐらいの感覚じゃないと。そうそう、でも左足動かなかったでしょ、はい、なんかすげえずれる勢いで引いたけど、そう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 、ずれるそのままで前傾もキープできたっていう感じになってくる、はいはい、これがまあメカニズムって感じです、はいはいはい。結局曲がってるんで見てる方は分かんないと思うんですけど、僕の中ではもうこれっすからね。そうやね、もう僕のゴルフスイングでは考えられない動きなんで。でもちょっとやっぱ思い切ってやった方がいいですね、右足やった方がいい。
そうそうそう。ああ、めっちゃいいっす。めっちゃ引けるっす、後ろに、お尻を。全然起き上がってないよ。すげえいい感じにキープできてる。ああ、めっちゃいい。めっちゃいいよね。めっちゃいい。めっちゃ起き上がらなかった。めっちゃいいしかちょっと言葉出ないっすけど。でも感覚はやっぱ異次元ですね。異次元よね。こうなって。まあ、大体みんな同じこと言うけど、はい、回ってませんよねっていう。あ、そうですね、うん、なんか極端になったらバンバンみたいな。うもうあの引いてるだけですよね。そうそうそう。でも見ると全然そう回ってるんですよ、はあ、そこまでなんか硬さもなく。そうですそうです。感じるのは自分の体だけ、はい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 、客観的な見た目としてはこういう状態、はい、いやでもできない人やっぱ本当にピーンって伸ばしたまま引いて行くぐらいで、ちょうど、まあ、僕がちょうどいいんで、それで。そうですね。であとこれね、もう一つメリットがあって、左膝を伸ばすじゃないですか、はい、右膝をもう一回ちょっとバックスイング上げてみようか。右膝引っ張りますよね、はい、そこから左膝伸ばそうとした時、さっき上上に行っちゃうって言ったじゃないですか。あ、こういう風に、うん、いけないでしょ。いけないですね。確かに今全然その頭なかったんで、うん、ただちょっとこう伸ばすというか、そうですね、って意識だけで勝手に後ろにこう行ってたんで、そう気にしてなかったんですけど、いけないんですよ、もう上にはいけない。確かにまず伸ばせないですね。結構な力がないと、それこそ自分を超えてやらないと起き上がってこれないんで、まあまあな力ですね。でも伸ばせないですもん、基本的に。そうです。こっちにしかうまくこうスムーズというか、引けないですよ、ね、引けないです、引けないです。結局さっき一番最初にねこの話したと思うけど、はい、上に行くことはありえないっていうのはこういうことなんですよ、うん、だから上に行くってことはもう結局膝が前出てて、はいはいはい、もう上に行ける準備ができてないと上に行けないので、はいはい、うん、だからこそあの前後後傾してる人とかはここがもうそもそも伸びないから、そうすると後ろ行けないから上に越えていける。そうです。あ、はい、そういうことです。これめちゃくちゃ重要なんでね、アマチュアの人も絶対覚えてほしいところです。はい、めちゃくちゃ大事ですねこれ。だからまあ簡単にまとめちゃうと、まず構えね、うん、そうですね、うん、このこういうアドレスをしないってことですね。そうです。しっかり前傾してアドレスをする。前傾してアドレスをしっかり作る、はい、でそれに対してまずバックスイングも結構重要です。これ、まあ、この今動画で喋ってないけどバックスイングちゃんと右足が引けてる回転をしているか、はい、ああそうですね、まあ、スウェイとか、はい、そうです。まずそれが入っていく、はい、でそれに対して右膝ですね。右膝のポイントを理解あげましょうか。はい、こうやって上げていただくと、この右膝、この位置をキープしたまま左膝を後ろへそう引く、うん、この感覚異次元です、本当に異次元、はい、もうアマチュアの人絶対に意味不明だと思います、はい、ですがこれチャレンジするだけで 100% 起き上がりになるから。いやこれ本当の一発でなんか全然やっぱ違うですね。違う、引けてる感がやっぱ全然違うです。そう、引けてかつなんかスムーズにここのスペースとかあるからパーって回っていけるんで。そうですそうです。なんかこのやべっていうのが、うん、ないよね、はい、しなくていいです。そうなんですよ。いやでかっこれ。ちょっとこれはね、まあ、ジョーも、アマチュアの皆さんも、ね、起き上がれないんですけどね、ぜひ、チャレンジしていただくと間違いなく良くなると思います、うん、なんかこれ知ってたらだから僕とか、まあ、そういう傾向があるんで、うん、そうなったらとりあえずもう練習とかで思いっきりバーン伸ばしてやれば簡単にこう起き上がらずに打てるっていう感覚がつかめるから。はい、いやこれはマジでかいっす。まあもうすぐテストですからね。そうっすね。ちょっとね頑張って。テスト前の、まあ、ちょっとなんか落ちる前にこれで止めれるっすね。そうですね。この試合ちょっと仕上げといて、ね。仕上げといて。はい。ありがとうございます。いい。まああとねちょっと補足だけしておくと、はい、この動きをやってもらった時になっちゃうパターンがあるんですよ。多分ジョーもそのうち悩むかもしれないから先に言っとくね。はい。引っ張った時に。ああ状態が、ああこれは悩みそう。そう。この傾向もあるんでね、OK、状態が上からバツンときちゃう、ね、そうそうそう。これは何が理由って話で、こっち引けてないだけ。ああ、テイクバックがちゃんとここが回ってない。あ、体幹部分が後ろに来てないから、はいはいはい、浅い状態で来てくると来ちゃう。あ、後ろまで来るとちょっとラグができるんで。あ、はい、これよかった、簡単でよかったですそう、そんな複雑じゃない、はい、うん、簡単でよかった。こっちを疑ってもらえる、はいはい、ここ、ね、ここがちゃんと回ってるかどうか。伸ばす前の準備がしっかりこうできてないから、まあ、これぐらいになってるからこういっただけで。そういうことですね。よかったです、簡単で、はい、ちょっとそれ意識してやってください。ありがとうございます、はい、
皆様いかがでしょうか。今回はですね、ジョークをモデルに、まあ、ジョークも同じ悩みだったんで、ね、そうですね、はい、起き上がりについて説明させていただきましたと。ありがとうございます、はい。まあ起き上がりを、ね、解消する方法で一発で治る方法ってこれなんで、いや本当に、はい、一発で治ったっす、はい、もう一発です、マジで一発的中、まあ、あとはどうぞどうぞどうぞ、はい、あとはもう思いっきりやれるかどうかですね。そう、あとはもう思いっきりやれるかどうか、はい、本当ビビらずにちゃんと弾けるかどうか。そうですね、うん、僕も山内さん信じてるんで、とりあえず言われたことを思いっきりやるっていうのがモットーなんで基本的に大げさに極端に、ね、そうそうそう、まあそれでちょうどいいんでね、はい、はい、ぜひちょっとね頑張って、ジョーも頑張って、はい、頑張ります。お待ちの皆さんも頑張って練習してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。あなたへのおすすめの動画はこちらです。アクトリンクでーす。バイバーイ。バイバーイ。